皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。ただいまより本日の会議を開きます。はじめに市長より地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告1件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。なおこのことに伴い議案第76号と報告第15号との間で条項、軸、数字、その他の整理が必要となります。つきましては会議規則第41条の規定により整理を議長に一任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第76号と報告第15号との間の条項、軸、数字、その他の整理は議長に委任することにいたしま、決しました。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職指名につきまして事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名についてでありますが、配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に今期定例会の会議録署名議員については12月1日の定例会第1日に10番赤木和夫議員、11番和田美奈議員を指名いたしておりますので両議員よろしくお願いいたします。これより本日の日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。通告により順次質問を許します。はじめに1番楠木明宏議員。どうもおはようございます。議長に許可を得ましたので通告に従いながら質問をさせていただきます。まず第一、コンパクトシティの進捗状況について、サービス付き高齢者住宅の活用については市営住宅をサービス付き高齢者住宅と組み合わせ2万円くらいの定額な家賃で実施することにより年金生活者も利用しやすくなることと提案しているが、1番小さい1番ですね、まちづくりの考え方を何年先まで睨んで計画しているのか。小さな2番、播磨新宮駅周辺が過疎化しているが新宮地区の活性化をどう考えているのか。新宮高校跡地を利用したコンパクトシティは考えられないのか。大きな2番、県河川で人災発生時の責任の所在について。小さな1番、県河川において大雨などにより被害が想定できるような箇所においては減災対策を県に求めているところであるが、対策を講じられることもなく人災が発生した場合責任の所在を明確になるよう県と協議をしているのか。大きな3番、市内学校園における今後のコロナ感染症対策について。小さな1番、7月の臨時会において学校に体温測定カメラを備え付けることが必要ではないかと質問したが、学校には非接触型の体温計を備えており登校時自宅で測っていない児童については対面で様子を見ながら計画しているため今のところカメラ的なものは考えていないとの回答であった。その後学校においてコロナの発症者が出たが、もし体温測定カメラを備え付けていれば学校での発症は防ぐことができたのではないか。また今後感染症対策を十分なものとし子どもたちが安心して学べる学校にできるのか。大きな4番、新宮小下田橋の右折車線整備の進捗状況について。小さな1番、9月議会において新宮小下田駅の右折矢印信号の設置について一般質問をしたが渋滞時の問題が生じないよう交差点での交通の流れを最優先し交通量に変化が現れた場合には公安委員会と再協議し矢印信号機の設置について要望していくとの回答だった。進捗状況を聞きます。大きな5番、
市民乗り合いタクシーの進捗状況について、9月議会において市民乗り合いタクシーの市内全域の広域化について質問、一般質問をしましたが、交通施策としてこれ以上の規制緩和は困難である、急速な高齢化社会に向けた対応については、今後も出前講座での説明や広報の喝采、パンフレットの発行等により、多くの高齢者の方々に満足して利用していただけるように努めるとの回答だった。進捗状況を聞く。大きな6番、入札制度の改善について、9月議会において、本市の入札で社長兼従業員である一人親方の親方が入札に参加するが、一人で何百万、何千万の仕事はできないため、下請け業者に丸投げをしている事案が起きているのではないか、また、本当に従業員を抱えている会社が仕事を受注できるよう入札制度を改善する必要はないかと一般質問したが、一括化請負については、国土交通省からの判断基準の通知に基づき、厳正に対処しているとの回答だった。少数で本当に従業員を抱えている市内の会社を救えるような入札制度にするようにしなくてよいのか。大きな7番、市内の民間医療機関について、小さな1番、先日、テレビの情報番組で、市内の民間医療機関でコロナの発症等の検査や外科等の救急医療を常勤の医師が1人で24時間行っていると放送されていた。市外からの緊急搬送されることもあり、住民に加え、救急隊からも安心できるとのコメントが放送されていたが、このような医療機関に対し、市として敬意を表することが必要ではないのか。小さな2番、全国ではコロナ禍の影響のため、閉院の危機に直面している医療機関もあると聞く。また、市内新宮地区でコロナ禍が原因ではないが、年内に閉院する開業医があると聞いており、かかりつけ医がなくなることに地域住民の不安も増大すると思われる。今後、空白地とならないためにも、市としてどのようなことができると考えられるのか。以上です。市長。1番、楠木昭弘議員のご質問のうち、まず1点目のご質問のコンパクトシティ進捗状況についての2番目のご質問の新宮地区の活性化をどう考えているのか。新宮高校跡地を利用したコンパクトシティは考えられないのかについてお答えいたします。播磨新宮駅周辺の新宮地区につきましては、本年第3回辰野市議会定例会における高岸博之議員の一般質問、また同年第5回辰野市議会定例会の一般質問でお答えいたしてましたとおり、第2次辰野市総合計画では都市交流拠点と位置づけ、コンパクトで持続可能な街づくりを進めるため、立地適正化計画に基づき住宅地や生活利便施設の誘導を図り、公共交通ネットワークと連携した多角ネットワーク型コンパクトシティの実現を目指すこととしております。また辰野市都市計画マスタープランでも、本市の地域核として都市機能の集積充実を図り、良好な居住環境の形成を図るため、道路、河川などの整備を進め、魅力と活力がある、拠点づくりを目指すこととしております。これらの計画に基づき、新宮地区におきましては、都市交流拠点として商業、教育、文化、行政機能など既存の都市機能を維持活用するとともに、商業、医療など新たな生活利便施設の誘導を図り、 JR播磨新宮駅や伊流南北幹線などの交通利便性を生かし、空き家や未了地を利用することによる子育て世代、若者世代の転入促進や UIJ ターンなどによる移住、定住を促進し、活性化を図っていきたいと考えております。次に、
新宮高校跡地の利用につきましては、兵庫県知事に対しまして、以前から早期の方針決定を要望しているところでございます。兵庫県との協議におきましては、本市の立地適正化計画の方針を説明するとともに、県において生活利便施設を誘導するように、兵庫県社会基盤整備プログラムへの早期位置づけを強く要望しているところでございます。次に7点目のご質問の市内の民間医療機関においてお答えいたします。まず1番目の医療機関に対し、市として敬意を表することが必要ではないかについてお答えいたします。議員ご紹介の医療機関は、11月17日、民放テレビ局で放映されました、一切町南山にある8月11日に開院された板垣救急クリニックと承知しております。信念は患者を断らないこと、私も放送からどんな患者でも受け入れられ、懸命に従事されている姿を拝見し、至極感銘を受け、放送終了後には本省を含めた地域の医療上事情についてご協議を協力を願い、他院の趣旨のメールを送らせていただき、田崎氏から直ちにお礼の返事をいただいたところでございます。これまでの経緯について申し上げますと、平成30年8月に板垣氏から本市に救急クリニックの開院について提案があり、ご本人と面談をさせていただきました。その後、地元医師会や辰野健康福祉事務所からも、救急体制の充実について賛同が得られ、本市からは建設地域等の情報提供や地元自治会との連携など、側面的な支援をしてまいりました。当院は開院し4ヶ月はありますが、一般外来から重症救急対応まで幅広く診察し、地域住民や医療関係者への安心を提供していただいているとともに、従事される医師および医療スタッフの皆様には、24時間救急への対応など、高い志を持って従事をいただいており、また本市を含め、広く西有馬地域や氷見市、西部の救急医療体制の充実に寄与していただいておりますことに心より感謝を申し上げる次第でございます。次に2番目のご質問の医療空白地にならないためにも、市としてどのようなことができるかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、新宮地域の一医療機関が年末をもって閉院されます。当院に通院治療される地域の高齢者の方々には、今後の診療に対し不安を感じられておられることとお察しいたします。閉院に際し、当院に確認いたしましたところ、希望される方には紹介状をお渡ししておられると聞いております。また、辰野市希望郡医師会にも相談をし、市内医療機関において患者の受け入れは可能であると返事をいただくとともに、当院に近い兵庫県立リハビリテーション西有馬病院においても、紹介状の持参がなくても診療可能であると伺っております。辰野健康福祉事務所にも現状を報告、相談したところ、無意地区には該当しないとのことでございますが、地域医療の維持に向け、課題の共有をいただいているところでございます。本市といたしましても、市民が安心して暮らせるよう、医療体制の確保が必要であることは認識しており、地元医師会とも相談しながら、私もできる限りの努力をしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、その他のご質問につきましては、企画財政部長、都市建設部長、都市政策部長、教育管理部長が答弁をさせていただきます。はい、都市政策部長。引き続きまして、1点目の1番目のご質問のまちづくりの考え方を何年先までにらんで計画しているのかについてお答えいたします。立地適正化計画によるコンパクトシティとは、長期的な時間軸をもって施設誘導と交通ネットワークの構築による多極ネットワーク型コンパクトシティの実現を目指すもので、都市構造の再構築など長期的なまちのあり方を定めた計画であり、10年後、
さらに20年後に市民に住みやすさを実感し、喜んでいただくため、目標年次としては令和22年としております。また、社会経済情勢の変化や事業の実施状況を踏まえながら、おおむね5年を目安に必要に応じて見直しを行っていくものでございます。次に5点目のご質問の市民乗り合いタクシーの進捗状況についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、道路運送法に基づくデマンド交通の許可等に関する審査基準において、市民乗り合いタクシーの運行区域の設定は原則大技等の地区単位と規定されており、今以上に区域を拡大することは本年第4回辰野市議会定例会においてお答えいたしましたとおり、鉄道、路線バス、タクシー等の民間交通事業者の経営を守るという観点から困難であると言わざるを得ません。本年6月30日には国土交通省神戸運輸管理部、兵庫陸運部に出向き、区域を広げて市内全域運行を実現する手段について確認すべく協議を行ったところでございますが、ここでの回答も本市の現状が公共交通としての区域の限界であることをご理解いただきたいとのことでございました。このような中で、市民乗り合いタクシーの利用方法を周知するため、出前講座につきましては、運行開始以来5年間で通算104回、コロナ禍にあります、今年度もすでに5回実施し、要望があった地域に職員が出向いて説明を行っております。また、市移行方針では、本年11月号に改めて利用方法について質疑応答形式で掲載し、コミュニティバスへの乗り継ぎ方法をはじめ、市民の皆様から多く寄せられる質問にお答えしております。利用パンフレットにつきましては、10月に市内全世帯と目的地になっている施設362箇所に配布いたしました。さらに、市内のすべての交通機関の利用方法や、ダイヤ、路線図等を掲載した相互時刻表を毎年発行し、そのポケット版を全世帯に配布しております。このように、市民乗り合いタクシーの市内全域運行が困難な中におきましても、利用者が利用しやすい交通機関となるべく、利用方法の周知に努めており、特に高齢者や障害者など、交通弱者といわれる方々に、今後も継続して丁寧に周知を図ってまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。都市建設部長。引き続きまして、まず2点目のご質問の県下線で人災発生時の責任の所在についてお答えいたします。議員ご承知のとおり、兵庫県では揖保川水系揖保川県域河川整備計画により河川整備を行う計画となっております。辰野市におきましては、兵庫県が管理する河川のうち山根川や前川の河川改修などに取り組んでいただいているところではございますが、その他の河川につきましても課題があると認識いたしております。兵庫県では本年度、河川の事前防災対策を重点的に取り組むため、河川対策アクションプログラムを策定すると伺っております。このアクションプログラムは事前防災対策の加速化により治水対策を推進するもので、河川改修に加え、局所的な堤防かさ上げや超過洪水に備えた堤防強化として、堤防のり尻の補強や天場の保護、堆積土砂撤去の推進等が盛り込まれた計画となっております。それに伴う維持管理費を含む予算の確保に取り組んでいくとのことでございます。なお、議員ご質問の責任の所在を明確にするための協議はいたしておりませんが、人災が発生しない減災対策の推進について取り組んでいただけるよう、兵庫県に対しまして要望してまいりたいと考えております。次に、4点目のご質問の新宮小桁橋の右折車線整備の進捗状況についてお答えいたします。令和2年第5回辰野市議会定例会におきまして、お答えいたしましたとおり、平成30年に兵庫県警本部による現地視察が行われ、矢印信号機の設置は見送りになっております。その後2年が経過しておりますが、周辺の状況に変化が生じておらず、矢印信号機の設置には至っておりません。しかしながら、本市また兵庫県におきましても、
周辺の交通量を把握する必要があることから、本年9月に小桁橋北詰交差点における交通量について調査を実施したところでございまして、この測定値をもとに、辰野警察署と県警本部で再度検討すると回答をいただいているところでございます。本市といたしましても、交通の安全性を第一に考え、引き続き要望してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。はい、教育管理部長。引き続きまして、3点目のご質問の市内学校園における今後のコロナ感染症対策についてお答えいたします。学校におけるコロナ感染症対策については、文部科学省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに基づき、各学校においてマスクの着用、手洗いやこまめな換気、身体的距離の確保など、さまざまな感染症対策を実施してまいりました。特に学校内で感染者を出さないことが重要であることから、健康観察表を活用した検温結果や健康状態の把握に努め、発熱等の風邪の症状がある場合には、児童・生徒も教職員も自宅で休養することを指導しています。ご指摘の市内中学校教職員の陽性者については、発熱の症状があったため、出勤せずに医療機関を受診し、PCR 検査を受け、感染が判明したものです。当該感染者は、その前日は発熱等の症状がなかったため、通常通り出勤していましたが、学校内ではマスクの着用、手洗い、身体的距離の確保などの感染防止の行動をしていたことから、学校内で感染が広がる事態は避けられました。現在の対応状況といたしましては、今般の辰野健康福祉事務所管内における新規感染者数の急激な増加の状況を受け、感染防止対策の徹底と、教職員への注意喚起の通知を発出するとともに、日頃から学校と情報共有を密にし、教育委員会として、学校とともに緊張感を持って対応に努めています。さらに12月1日に開催した市内校長会、園長会においては、市長自らが出席し、学校園における感染防止対策への謝意と、さらなる徹底を依頼したところでございます。文部科学省の発表によりますと、児童・生徒の感染事例のうち、家庭内感染を感染経路とする事例が、小学校で 73%、中学校では 64% と、家族からの感染が多いことが示されています。また、学校で感染者1人にとどまる事例が大半を占めており、このことに関しては、各学校における感染症拡大防止のための日々の工夫や努力によるところが大きいと考えられると分析されています。これらのことから、今後におきましても感染防止対策を徹底するとともに、感染を広げない対応をすることにより、子どもたちが安心して学べる学校にできるよう努めてまいります。なお、体温の測定については、引き続き自宅での検温を含めた体調管理を保護者にお願いし、新しい生活様式の定着を図ってまいりますが、児童・生徒・教職員の日常的な体温確認や、学校訪問者の体温確認を促す必要もあることから、体温測定カメラの導入を検討しているところでございますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。企画財政部長。引き続きまして、6点目のご質問の入札制度の改善につきましてお答えいたします。本市の入札参加資格における一人親方につきましては、本年第5回辰野市市議会定例会においてお答えいたしましたとおり、兵庫県が発行する建設業の許可証、経営事項審査結果通知書及び国の一括下請負いの判断基準に基づき、厳正に対処しているところでございます。
議員ご指摘の少数で本当に従業員を抱えている市内の会社を救える入札制度の改善についてでございますが、本市の小規模事業者につきましては、市内雇用の確保、地域振興の維持、発展、さらには災害時の復旧支援等の基礎となるため、その育成は市の重要な責務であるとの認識を持っております。その一方で、工事等の入札につきましては、契約履行の成否への影響を鑑み、一定の基準に基づく資格や条件のもと、適正な執行が求められております。現在、本市における一般競争入札につきましては、原則として市内業者への発注としており、発注件数の多い土木工事等につきましては、一部の事業者に発注が偏らないよう、経営事項審査の総合評定値によりランク付けを行い、発注の際には入札審査会において設計金額とランクを確認し、小規模事業者の属するランクにも均等に発注ができるよう努めております。また、市内発注が困難な大規模工事につきましては、特別共同企業体による発注を行うことで、市内事業者は構成員として工事に参加でき、また構成員として参加できない小規模事業者につきましては、発注の際に下請け要件を設けております。このように、市内事業者につきましては、一定の優遇措置を講じる一方、より厳密かつ直近資料の審査を行うため、毎年参加資格を申請いただき、事務所の所在及び技術者資格等不明な事項があった場合は、事業所訪問等による確認、調査を実施しているところでございます。今後におきましても、市内事業者の受注の確保に努めるとともに、入札制度の透明性、公平性及び競争性の確保に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。まあ、短い、早く終わる方から先に行きたいと思います。今の話の中でね、要するに一人親方で、まあ、名義だけね、借りてやっている、これね、まあ、分かりやすいのは、以前も会長にも言ってますけども、従業員としてそれは名義しているわけなんです。借りてきとうからね、名義を。その方に確実に毎月、年収としての、その給料が支払っているのかということ、そこも調査してもらいたいですね。それをしていかないと、逃げ道なんぼでもありますね。給料がそこに確実に支払われているのかということです。以上ですね。次に移ります。学校圏の今後のコロナ症対策、これ。その時、まあ、先生という話で、先生がまあ学校の方に来られていたという取り方はちょっとしてましたんでね、今の説明ではその家庭で体温が上がっていたからと、行くのは自粛したということですから、まあ、それはそれでいいと思うんですね。まあ、そういったことで、そういった体温管理、家庭ね、やってもらえるとこは確実にできるんですけど、それはそれで本当にまあ、やっぱり学校と家庭、やはり子ども、この三位一体のチーム体なんですよね。まあ、これはもう今のところいいと思いますよ。それから何が大切なのかといいますと、何もそういったコロナでね、やはり発生することがないことが一番いいことなんですから、今後ともないように、またやはり、気がね、もううちら私らも大体世間のあれでやっていましても、コロナの関係でも、この間シングルスーパーで消毒入っとったとかね、そういうことを聞きますよ。それからいろんなことある中で、ただ県の方針でそのどこどこに何が出たか言わないというのがありますけどね、県のその幹部がね、コロナにかかっていた事実あるでしょ、そこを立つのね。そんなね、県がね、このまあいろんなまあ住民に対してやね、主導していかなければいけない立場の県の幹部がね、これコロナに移っているんですよ。
これ説得力ありますか。だから、まあ、それは、まあ、あの市としてね、学校圏の場合は、まあ、そのやはり、この教育委員会の中で、やはりそういった指導の下で、今現在、1人だけの感染者で、生徒にまで感染してないというのは、まあ、大切というか、まあ、大したもんやいうとこやね、うん、まあ、これでいいと思いますよ。ただその、やはりその住民の方がやっぱりコロナから、コロナを忘れてしまって、まあ、今のやり方を言ったら、まあ、思想、作用、大使から広範囲で、辰野保健事務所の管轄ですから、思想の施設がコロナに感染したということで、遠いとこやから問題ないということで、辰野の場合、案外、気が浮いていたというのがあります、まあ、最近になってからまた、こちらの方出てきているように聞いてますけどね、わからないのが困るんですよね、皆さんそう言って、そういったことを言っておられますんでね。だからまあもう一つやはり注意喚起の下で1ヶ月に1回ぐらいはね、いうかまあ3週間に1回とか2週間に1回とかやはりもう常にそういう対策、コロナ対策をしっかりしないとダメなんということを、まあ、マスコミも言ってますからね、よく分かっておられると思いますけど、まあまあそういうことが大切なんです。まあまあ教育委員会だけじゃなくて、やはり市全体としてやはりその対策というものは注意喚起を出しながらねやってもらいたいというようにありますが、何か、まあ、富さんからな、何かあります？市全体の今、このコロナ対策の担当部長ですからね、注意喚起が大切だということを今言ってるんですけどね、注意喚起何かされていますか？分かるように。健康福祉部長。はい、今、議員からご指摘されました、市民への注意喚起ですね、11月にたくさん館内で発生したというふうな情報がですね、報道機関等から入ってき、また県の方からも、なったときにですね、まあ、対策本部を立ち上げ、開催しまして、まず担当部長と、に、まあ、緊張感を持ってやっていただくのと合わせて、基本の徹底ですね、それと合わせて、それから市民への広報通知、それから防災ネットで、注意喚起という等を 発しました。で、その後、情報も、知りながら、各もう一度発熱が職員でも出た場合は、すぐまあ休んで、それからそういう影響はないようにということで、部課長等にも通知させていただいたところでございます。1番、楠木明議員。まあ、これだけ東京都内とか、重大都市圏でね、感染者数が増えていますけども、マスコミのニュースを見てないとか、そういう、まあ、単位の国民がね、やはり自分が欲望を満たすためにいうことで、いろんなところへ行って、感染者数を増やしているのが、これ、現実なんですよ。だからやはりどこに注意喚起をしていかないとダメなのかというのは分かっておられると思います。だから一番困っているのが、もうどこでも言ってますけど、老人の方なんですね。老人でもまあな、そういった高血圧とか糖尿病とか、そういった病気を持っていればやはりやばいということをまあ考えてられるからね、やっぱりそういう方はやっぱりその子供が北海道から来る、どこどこから帰ってくる言われたら、やっぱり緊張いうか、できたら帰ってもらいたくないというようなことが、やはりそのコロナ差別というかね、いうのにつながって、で、まあ、国内でもそういったコロナ差別に対する対策の方ができているみたいで、ここにあるような三つ葉のね、この三つ葉のあれがコロナ差別のバッジ。なんですけどね、もろたやけどね、うん、まあまあそういったことで、やはり大切、まあ、命を奪われやすい、人というものもありますし、若い人がこれに感染した場合に髪の毛が抜けてしまうとか、後遺症でね、髪の毛が抜けてしまうとか、やはり若いのに認知症が始まるとか、そういった問題もたくさんありますから、そういったことを感染もししたら、そういうふうな状況も副作用として、後遺症として出てますよということを発信するも大切だと思いますんでね、またその点もよろしくお願いいたします。
次に、新宮高下田橋の右折車線整備の進捗状況ということでね、これ、9月から交通量調査ということで、今、言われたけど、ねえ、これ、見ませんよ、交通量している、見たことないけどね、毎日走ってますけど、交通量調査いうのは、普通はその交差点に若い人なんかがアルバイトでね、あれされた人が机持ちながらこうカウントしているというような状況だと思うんですけど、見ませんでしたよ。これ何もこれ私も昨日もちょっと部長聞きましたけど、ちょっと今の話と全然答弁と全然違うけどもね、何も対策はされてないんやね。建設庁令和2年の9月8日に7時から晩の7時まで、これ、先生がおっしゃるようにカウントをしておる状況で、調査を実施しております。で、その後ですね、この調査のもとに、辰野警察署、こことも、こういう状況であるというところも相談をさせていただいて、実際にこの10月に、辰野警察署から県警本部の方に、やはりここには右折信号が必要ではないかという判断のもと、申請というんですかね、そういう必要箇所であるということを提出はしております。一番くつろい経営議員、なかなかね、うちらいろんな問題があって、何を行政側から要望した、地域から要望しても、なかなか警察の方で対策がされないということで、県警本部の方に連絡を入れて、県警本部の方から辰野警察の方に行って、で結局は最終的に辰野警察がやはり資金の、財政の問題がありますからね、やはり資金はやはり、県から、県警の方から降りてきて、このお金をどこに回すかいうのは、大体どことも一緒で、まあ、決まっている、それの中でこちらに使うのが難しいというのが現実なんですよ、地方の警察ね。だからそういうのをやはり県警本部の方が予備的な予算でできれば一番いいことなんですけど、そういうことで結果が遅くなっていると。1年以内にできるものが2年、3年、4年、5年とかかかったりしているんですね。だからそういうことをやはり重々理解してもらって、やはり地域の人は本当に困っているんですよね。その、まあ、何が困る言うたら、矢印がないから、対向車があれば一切、なんぼ2、30メーターの 車両の間隔が空いていてもね、一切矢印がないから、もう対向車がなくなるまでずっと待っとっての人おってんですよ。普通は譲り合いの気持ちということで、向こうがなければこちらが右折するんであれば、右折のウインカーを出しながら、向こうと譲り合いしながら行くというのが昔ね、昔からそういった譲り合いの気持ちを大切にいうことで、まあ、交通法規を学んできましたけど、そういうのをちょっと、まあまあ、それが大切なんやけどね、もう一生懸命取ってるんですよ。だからその人ね、私らその後、3台ほど後についとってね、結局、3回ぐらい信号止まったままなんですよ。行けないんですよ、対向車が常に来とうから。そういう現場、私ら会っていますし、たくさんの住民の人がそういう現場会ってます、遭遇していますね、だからそういう苦情が出るんですよ。でだから、まあ行政側として、やはり役所としても、なかなか何時ぐらいに、ま、調査されました、ちょっと何か、まあ、4時とか5時とか6時ぐらいに行ってやね、ぽっと10分を通って帰ったとか、そういうもん違いますね。以上。都市建設部長、現地調査は、先ほどの交通量調査はまあ約半日やっております、それ以外にも、まあ、直近で言えば、最近ちょっと信号 のサイクルを、まあ、7秒、まあ、7秒っていう短い期間ですけれども、いろいろ変えたり、警察と一緒に工夫しております、でその状況も、まあ、朝、昼、夜と確認は、まあ、これ、そんな長い時間じゃないんですけど、まあ、1時間程度は確認させていただいております。やはりその朝はね、その信号のサイクルを変えて、いくる分か流れたんですけれども、夕方、そこに帝国電機さんの駐車場の出口があるんで、やはりそれで、30分程度はどうしても混雑がするということは、それは確認は取っております、ですからそれも含めまして、今後も警察、辰野署の方に、いろいろご相談なりさせていただいて、今聞いておるのは、年明け2月頃に県警本部が再度現地に確認する。
予定であるということも聞いておりますので、その状況もいろいろ伝えたいと思います。一番草薙慶良議員、まあ、あの研究ホームが、ね、何時に確認されてに行かれてるのか分かりませんけども、その時にたまたまにそういうふうな業種あのところになればいいんですけどね。で、まあ、今言われたあの帝国電機さんが5時回ってから終わると言われるけども、で最初の時は私らも確認しましたよ。だから帝国電機は帝国電機で、一気になれば当然そこで渋滞が発生するというのが分かっているから、職員が、社員がですね、やはりあの15分後とか15分間隔ぐらいでそこの敷地から出ていくのを分けているというように、そこまでまあ民間も頑張ってやってもらっているというのは私も分かっています。でも今言うた大きな問題はそこなんですよ。あの一人の方がね、対向車がなくなるまで絶対動かないんですよ、ね、そこなんですよ、ね、ということはその方もやはり矢印があれば動いてくれてるんですよ、ね、だからまあ強く皆さん思っておられるのは矢印のようも、ね、まあ、そういうことで、まあ、またよく調査してもらったらと思います。もう一つはこの県河川で人材発生時の責任の所在についてという、先ほどの答弁の中で減災の言葉も言われたけども、減災というのはね、あのやはり地域の住民の方からこういうとこが危ないぞと、今度の台風で大雨が降ればこういうとこが決壊の可能性があるということを指摘されるでしょ普通は。だからそういうことを当然その市はよく動いてもらっているのは分かってますが、市からやはり県の方に行って、で県側がやね、本当に県と直接にこの一番西の橋の方やからやね、県の職員もほんま本気で動いてくれとんかどうかが分からない、ね、だからそこがやはり本当にまあ、前はおられましたよ、どんどん一生懸命即対応してくれる人もおられましたけど、今はちょっとね分からないという状況の中でね、だから減災という意味を言葉を使うだけじゃなく、減災というのはそういう危険性があるかどうかを確認してやね、県がね、で確認してこれはやばいなということがあればやね、何らかの形で減災対策というのを打たないとダメなんですよね。そういうことを実際その県が動いてやね、減災対策をしたところありますか。建設部長、まあ、部分的にはその侵食されたりしたところについては当然県の方も修繕とかをやっておると思うんですけれども、先生おっしゃったようにもうここ恐れがあるということで事前にそういう、例えば乗り面を直すとかそういうところはあまり実際のところは私聞いてはおりません。でそのためにですね、今年度、まあ、担当の課長さんが新しく来られたんで一回話をさせていただいたんですけれども、この令和2年で、まあ、知事のホームページにも載ってるんですけれども、まあ、事前防災が重要やということでこのプログラムを作る中で、現地も確認させていただいて、まあ、全般的にですけれどもいろいろ検討させていただきたいという言葉をいただいてますのでよろしくお願いします。一番草薙慶良議員、まあ、要するに減災対策というのは災害が起きてしまえば何十億何百億でかかってしまいますけれども、それの初期で抑えるということになるんであれば、減災対策でね、初期で抑えるんであれば50万、100万、1000万までで収まるんですよ。ただ今までそういったことをやってきていないから大きな災害につながっているのは兵庫県内でもたくさんありますね。だからそういうことをやはり県の職員がね、もっと頑張って、ね、調査してもっと知識使ってやね、県民がね、災害で死亡するような人災になるようなことがないように動いてもらいたいというのが要望、それも伝えておいてくださいね、でもしあれだったら名前も教えてください。よろしくお願いします。次に、市内の民間、医療機関についてで、まあ、私もちょうどこの番組見てなかった住民の人からこの話聞いて、一人の先生が24時間体制で看護婦さんもいない中で救急車の24時間の救急体制ということで、まあ、受け入れ救急車両の受け入れまでしてもらっているということで、住民の人がすごいなと、これはすごいです、なんとか市の方でも何か考えとってないんですか、まあ、聞いてみますわ、ような話でやってたんですけどね、まあ、実際は、まあ、辰野市の職員が
こちら の, あの病院建設するときに非常に関わって、そのためにあれ陰で隠れて一生懸命会議にまで至ったというようなことも聞いていまして、実際はその先生一人で24時間毎日なんかできるわけないですからね。気になっとったら寝ることもできないですよ。だけどもこれは先生は2人おられると、であの看護婦さんも6人ぐらいでおられるということも聞いてます。だけどもその地域のに最初役所市役所自体がねやはり関わって、そういうところに救急体制のできる医療体制のできる病院ができたということがこれいい話だなということですね。まあありがとうございます。それでまあ次なんですけども、まあコロナ期のまあこの関係で新宮地域でまあこの12月の26日をもって閉園ということで、内科医さんはたくさんおられるんですけど外科がねないんですね。でこの外科をいうことで私らもその播磨科学公園都市のリハビリ病院、これ西播磨リハビリセンターができた時になんとか病院をということで病院を設立してもらった経緯があるんですけど、できたらできたで他の市の作用地域とかそういうとこからやね、あのそんなの上に作ってもらった、私ら の, あの地元の診療医があの患者来んようになるということで、なるべく PR をしないでほしいようなことになって、そういうことをずっと控えてきたという経緯もあるんですね。だからなかなかその上せっかく一生懸命やってもらっているのに、なかなかあの診断書がいるから、いやいや紹介状がいるからいけないんやとかいうようなね、いろんな噂が広まっていた時もあります。だけどせっかく来てもらっている以上は、これだけ前からあの辰野市内で言われている産婦人科とか小児科もない時代やからね、やはりそこもそういうところもやはり利便性がよくしてもらって、まああの交通機関ですね、そういうこともよくしながら、やはり最終的には今現在辰野には産婦人科ない、ほんな今もみんな姫路行ってる、その状況でやはり今後もっと少子化になった場合にはやはり神戸ぐらいであの受けたまわっていかないとダメや、なこちらの方の嫁さんら若い人ら神戸まで産婦人科行かないとダメやというようなことになる、もなる可能性も高いですから、やはりなんとか地域医療を守るという形でね、その点もまた 先ほど市長も言われましたけどね、できることは力いっぱいやらせてもらいますというね言われました。ありがとうございます。まあまあ今後ともまああの地域の人がやはり今年末コロナの問題もありますけど、地域の人は本当にそれが一番の今問題になっていますんでね、またよろしくお願いします。最後にコンパクトシティの進捗状況ということで、まああの街づくりの考え方を何年先まで睨んで計画しているのかと、10年20年後やはり50年先やってもらいたいね。10年20年先よりもやはり50年先ぐらいを見てもらわないと、今まあ他の情報を取り組んでもらったって分かると思うんですがね、あの世界見てくださいよ。前も言いましたでしょ、もう今の時代で私が言っている世界だ、シンガポールとかベトナムでもすごい状況になってますよ、ね、やる気のある国はやはりそういうふうにして頑張っています。でそういうとこはもう中国にしてもそうですけども、そういうとこはね少子化じゃないんですよ、もう人口が増えて増えて、まあ、そういう状況になっているんですね。だからそれはもうやり方なんぼでもありますけどもね、あのないからどうやと違って同じ、前回から言ってますけども、市営住宅にしても同じ建物を、まあ、昔から辰野市の考え方やったら地味で地味で目立たんようにいうのがありますけど、やはり今の自分の若い人ら言ったらおしゃれな人たちが多くて、あのやはりおしゃれであればね、やっぱりそういうところ入ってみたいという人はたくさんおられます。それと利便性です。まあ、そういったことも考えて普通の市営住宅も建設するしればね、まあ、今だったら普通の市営住宅はなかなか古いところだったら入りたくないですよ、誰でもね。だからその現実を見て、なかなかね、あの需要と供給の時代ですけど需要がないんですよとかって言われたら、ね、古い酒屋やないかという話になるわけですよ。見たら分かりますやん、ね、だからそういうことはやはりうまいこと、まあ、あのサービス付き高齢者住宅とかいう、まあ、あのこれも国の方から今出てまして、それを一般民間のところも頑張ってそういった施設もたくさん作ってますけどね、市もそれの部分でやはりそれだけの国から補ってもらうんだったら、それと
うまいことかましながらやね、住民の人、ね、もう全然もう少子化によってはね、これも因果関係で引っ張ってる、引っ張られているのがやはり年金問題ですよ、高齢者のね。年金が本当にまあ15、6万とか、そんな状況で生活していかないとダメやというような時代になっているんですよね。でこの方たちが前から言ってますように、不動産を持って固定資産税とかいろんな税金を払いながらね、年金で生活できますか。だからそれをよく考えてもらってね、まあ、部長たちはもうそれはもうね、たくさんもろてんでしょう、ね。まあそうやけど、そんなこと言われてもね、そういうことをやはり自分がもしもうちょっとましょったらね、まあ、受けるようにな、年金もらわれる頃になると思う。だけどそれの中でやはり固定資産税というのが一戸建て持っていればついて回るね、そういうような時にやはり家潰すにしてもお金いるしね、だから売れる時に売るんだったらもうしょうがないわけね、そういうふうにしていかないとね。で以前にも墓じまいの話もしましたけどね、墓もまでも若い人たちがその東京とかいろんな都心部に出てしまって地域の墓までも守りたくないということで、まあ今だったらこの間もちょっとそういった話の中でお大師さん行ったらお大師さんで2万円で受けてくれるね。だけどまあ今もいっぱいで今度また建て増しするというようなことにもなってますけどね、まあまあそういったことで、そういう、まあ、一つの田舎の地域に対する今の若い人の考え方は全部変わってきています。そういった中でもやはり今後追ってもらいたいようにするにはどうしたらいいのかということを考えてもらって、やはり年金生活者の人でも幸せにね、なんとか生活できるように、余裕がちょっとだけありながらでもね、生活できるようなことを考えてもらわないと困るんですね。だから国もやはり国民に対する国民を幸せにする義務がある以上、ね、やはり市も一緒同じことなんですね。同じお金を使うんであれば、そういった方向にちょっと方向転換して考え方をちょっと変えてね、おしゃれにしたらいいんです。最初建てるときであれば何にも金額変わりませんからね、まあ、そういうことですけどね。だから播磨新宮駅の場合だったら、まあ、スーパーもあります、駅の近所は高校跡地の近所にはスーパーもあります、ATM もあります、銀行もあります。あと何が足らないんだと。食べ物屋さんがね、ほとんど出てきてもらってしまって、今はほとんどないんですね。そういったところが、そういった高齢者住宅の下にできれば、ね、飲食店がね、できれば、また違ってくると思うんですね。だからそういうふうな、何がこの地域にとって必要なのかということを十分考えてもらって、その地域の発展にこれは貢献できるんじゃないかということをやってもらいたいと思いますんでね、もう時間もまあ4分の中途半端な時間ですけども、まあこれでちょっと答弁だけ、まあそういうふうなね、喜んでもらえる施設というものを市長のおられる時にはね、やはりこれはやってもらいたいと、住民の人が喜んでもらえる施設、市長の時にこういうのをやってもらってよかったということが結果としてねなったら私はいいと思うんですよ。ねえ、市長。よろしく。答弁。はい、市長。たくさん議長のですね、新宮駅周辺のですね、本当に思いはですね、十分伝わってきましたんで、我々もですね、やはり新宮駅周辺事業としてですね、今、知事の方にですね、新宮駅の、新宮高校のですね、土地問題もですね、この3月にですね、直談判に行きましてですね、いろいろとですね、知事の方も考えていただいたりですね、来年のですね、早々にはですね、県の方もそういうふうな素案というんですかね、そういうふうなことも発表されるそうでございます。それに合わせましてですね、また医療南北幹線につきましてもですね、大鳥文京が北に向かいましてですね、これもですね、知事の決断でですね、今現在ですね、進行しているところでございます。それとですね、少し変わるんですけど、たまたまですね、新に文泉がありますけど、文泉のですね、社長さんにですね、2ヶ月ほど前にですね、ちょっとお会いすることがありまして、少しそういうこともお話しさせていただきました。その時にですね、いろいろ文泉さんの方もですね、いろいろな構想を持っておられまして、そういうことを加味しましてですね、新宮駅周辺整備をですね、いろいろと考えていきたいと思いますので、まあ、いろいろと
また皆さんにご報告させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。一番、久野木昭弘議員。まあ、新宮駅の、南北幹線の話も出ましたんでね、言いますけども、この合併前に JR と協議して、大通りの踏切を確保したのは、私、何のためにしたんかというかですね、それがもう十何年経っているにもかかわらず、現状が同じなんですよ。ね、だから、まあ、問題としては、その遺跡がある問題、これを、まあ、跨線橋を作るのか、それからまあ道路を、まあ、するにしても、遺跡がまあまあ、地下に眠ってますからね、だからそういう、それの問題ばっかりで、今現在、来ているんですね。だから早く県としても方向を与えてもらってやってもらったらと思います。と、まあ、あの近辺に関してはやはりそこそこの雨量、時間雨量30ミリ40ミリぐらいで、水路が小さいですから溢れて、やはり多い時には玄関口から10センチぐらい水がたまるということも聞いています。まあ、結局それ言うて、たまった時に電話してきてもらったら見に行きますと言いながら、それからまあ結局、まあ、連絡がなかった、まあ、その方も亡くなってしまわれてやね、まあまあ、今はちょっと連絡が途絶えてますけどね、まあまあ、そういった状況を、まあまあ、やはり早めにね、解消してもらったらというように考えますんで、もう終わらせていただきます。まあ、今後ともよろしくお願いいたします。どうも。